ユピテル静岡新聞 SBS レディース、今年の女王に輝いたのは藤田光選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今の気持ちを聞かせてください。はい、今日はちょっと出だしボギースタートだったのでちょっと乗れないかなと思ったんですけども、途中で盛り返すことができて、最後まで集中できてよかったなと思います。ウイニングパットが決まった瞬間はガッツポーズも出ましたね。そうですね、バーディーパット本当入れた気持ちが強かったんですけど、いつもの私に戻ったなって思いました。はい、また最後まで混戦が続くしびれる展開となりましたが、改めて今日の戦い振り返ってください。そうですね、今日はもう混戦で上位の方の方が先に伸ばされていったので、自分のプレーに徹しようと思って常にパーを目指して頑張ってました。またレギュラーツアーでの活躍も見せている藤田選手ですが、ステップアップツアーでは初優勝ということですね。そのあたりはいかがでしょうか。はい、新人の時に出場させていただいてちょっと勝ちきれなかったので、その忘れ物を取りに来たという形ですごく嬉しいです。歓声が上がっていますね。そして去年左肘の手術をして、それを乗り越えて今日の優勝ということなんですが、復活と言えるんではないでしょうか。ありがとうございます。なかなか苦しい時期も長かったんではないでしょうか。そうですね、手術終わった後ももうゴルフできないんじゃないかと思った時もあったので、またこういうふうにプレーできる楽しさを味わえてよかったです。この大会が行われている静岡県はレギュラーツアーでも優勝を収めている場所なんですが、そのあたり何か感じることはありますか。はい、最初の年から QT も静岡県で開催されたので1位になったり優勝したりと、静岡県はすごく思い出が深いので、またこの優勝で静岡が好きになりました。ありがとうございます。また今日は日本全国からファンが駆けつけているということなんですが、声援というのも後押ししてくれたんではないでしょうか。はい、こんなにたくさんのギャラリーの皆さんがいらっしゃると思わなかったので本当に嬉しいです。ありがとうございました。では今後はどんな活躍を見せていきたいですか。はい、この成績に恥じず、また今年度もまた優勝目指して頑張りたいと思います。では最後にファンの皆さん、そしてギャラリーの皆さんに一言メッセージをお願いします。本当にありがとうございました。ユピテル静岡新聞 SBS リリース、優勝に輝いたのは藤田光選手でした。優勝おめでとうございます。